大森正夫は、日本の政治家、建設、国土交通官僚。岡山県岡山市長。岡山県岡山市北区東小松生まれ。岡山市立四方の小学校。岡山市立桑田中学校。岡山県立岡山三沢山高等学校。東京大学法学部卒業。1978年、大学を卒業し、建設省に入省。本省での勤務のほか。 国土庁や内閣府、熊本県への出向も経験した。2012年9月より、国土交通省国土政策局長。2013年6月11日に退官。同年10月、岡山市長選挙に自由民主党、民主党、公明党、日本維新の会岡山県総支部、連合岡山の推薦を受け、無所属で出馬。 元官僚で知名度不足を危ぶむ声もあったが、選挙戦では強固な組織力をバックにつけ、元衆議院議員の高井隆史や、元衆議院議員、岡山市議会議員の熊代昭彦ら4候補を破り、初当選した。選挙戦では2期8年間の高谷市政、特に行財政改革路線の継承を訴えた。10月9日、岡山市役所に初登庁し、正式に、 岡山市長に就任した。2017年10月、岡山市長選挙に自由民主党、民進党、公明党、岡山維新の会、連合岡山の推薦を受け、無所属で再び出馬。中心市街地の賑わい創出や、観光振興などに取り組んだ一期目の成果をアピールし、幅広い層の支持を集め再選した。ありがとうございます。